東南アジア ASEAN で M&A を行うべき理由、まあ、消費マーケットとして縮小する日本と違って ASEAN というのは人口が日本の5倍、平均年齢が日本よりも20歳ぐらい若いと、こう若くて消費意欲のある人たちがたくさんいる、平均してですね 5% 以上の成長する市場がそこにあると。 M&A という手段を使ってそこのまあマーケット、ネットワーク、ノウハウ、つまりこう時間を買うということが今後ますます増えていくんじゃないかと。で、2つ目ですね、他の地域に比べて東南アジアの M&A というのは投資金額が非常に小さいですね、まあ、特に当社が独自で持ってくる案件というのは、まあ、日本の中小中堅企業でも投資しやすい、そんなあの金額のものが多いかなと思います。で、まあ、3つ目4つ目なんですが、まあ、社会情勢が非常に安定していてコンプライアンス意識も上がってきている、まあ、経営者、そんな企業さんが増えているので、以前と違って M&A の企業統合が以前に比べてしやすくなってきている、まあ、魅力的なマーケットに進出できる最善の手段が私海外M&Aかなというふうに思ってまして、